乃木坂46メンバー同士で撮影したオフショット写真集、乃木撮、乃木撮の第3弾、乃木撮ボリューム3、2023年1月24日発売、講談社から先行カットが公開された。今回公開されたのは、動物の耳をつけてコスプレした斉藤飛鳥、依田祐希、山下美月の3ショット。ウサギの耳をつけた斉藤を白猫の依田と黒猫の山下が囲んだ豪華3ショットとなっている。写真集の発売を記念して、12月13日、火曜日、19時0分から依田祐希がショールームで特番を配信予定。配信中にショールームの画面から写真集を購入すると、この3ショットのポスターが特典でついてくる。乃木坂46オフショット写真集、乃木撮、増作は2017年2月から写真週刊誌、フライデーに連載されている、乃木撮、をまとめたもの。メンバー全員がカメラマンとなり、お互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画だ。美味しそうにご飯を頬張る姿や、楽屋でうたた寝する寝顔、メンバー同士でじゃれ合う様子など、普段のグラビアでは見られない一面が見どころとなっている。バル、2018年6月に発売された第1弾写真集、乃木撮ボリューム1は累積売上50万部を突破しており、乃木坂46写真集の最大ヒットシリーズに。今作はメンバーが撮影した2020年から2022年の約3年分のオフショットを掲載予定で、卒業したメンバーから新加入の5期生まで、過去最多777枚のオフショットが収録される。なお、1月24日の写真集発売に向けて乃木撮公式ツイッター、@乃木撮でも様々な企画が予定されている。